小玉惚きは、平安時代後期の武蔵国小玉軍の豪族、武将。武蔵七等の一つにして、最大勢力の集団を形成することとなる武士団、小玉等の闘争。有道おもんみのの子息。小玉死刑図では、小玉沿岸の子息とあり、武蔵七等刑図には、藤原これ下の子息と記されているが、後世の創作とみられる。有氏から、 小玉氏を称したとされ、実質的な小玉氏の祖である。古代、小玉軍大より和若泉省の悪言には、官営牧場があり、朝廷よりの派遣官人、つまり、悪言の別当として、おもんみこうは赴任してきた。当時は、有道み法、以降と称した。しかし、任務完了後も小玉軍に留まり、そのまま、在地豪族と化したと伝えられている。 そして武蔵国最大の武士団となる小玉党の党祖となった。小玉死刑図には、父は小玉沿岸であると記されているが、伝承に際があり、名の継承の観点からすれば、有道をちおもんみのうこれゆきの方が、信憑性はある。遺伝とされる伝承では、おもんみのは、藤原これちかの家師として使えていたが、後に武蔵助となり、小玉軍を開墾して移住した。 その子息であるこれゆきも、武蔵守となり、父のこちである小玉に定住し、小玉氏を称したという。さらに別の文献では、辞略、延休年間に有う寺を文未良なる人物が、武蔵守織人後も小玉に定住し、小玉氏を名乗ったとある。没年についても小説あり、8月8日に69歳で、没したという伝えもある。藤原これ近公の次男である、 藤原恒行と同一視する伝えもあるが、いずれも後世に創作された伝承と考えられる。恒行の着男、小玉博之が、あと3年の役に参戦していたという伝えからも、恒行は、平安時代後期の人物と考えられる。また、千軒三丘陵の南西端、現在の小玉町下麻美地区に最高寺を建立し、阿弥陀如来を安置したとされる。 小玉島本州家三代目、小玉栄行以後、本州家は、昭子を名乗り、その本拠地を北上して、栗崎の地に移すこととなる。その直系の家督は、正小太郎より家で耐えることとなるが、小玉島本州家は、昭子分家によって継がれていくこととなり、本城氏が小玉島本州家となる。これ行きの着流たちは、小玉郡内を流れる、元。 九号用水流域に居住し、土着した地名を名字とし、小玉、塩谷、真しも、今井、浅見、富田、みた、よもだ、げ塚、北堀、牧西などなど多くの氏族に分かれていった。小玉氏の着流は多くの氏族に分かれていったが、当然のことながら、その後も小玉氏を称している一族は全て分価格に当たる。ケ図上の子息は、 着男が小玉広之、次男が小玉恒幸、三男が小玉貞行四男が小玉レれ近とされる。悪原薪の経営は次男である金品が引き継ぎ、秩父兵士と結びつき、子孫は平小玉を名乗り、秩父軍や上野国神ら軍の神ぶ川流域、群馬軍から須がは、井の川流域に移住したと伝えられる。ありがとうございます。